ってっか。こんにちは、ゆっくり高橋だぜ。ご視聴ありがとうございます。 RPA ですよこれ。これからタナー RPA をしていきます。プレイヤーは2人で、乾燥時間は10分以内を目指します。プレイヤー1のスタートの掛け声でタイマースタート。クリア条件は棚の組み立て完了です。ここで早速巨大ガバ、事前に取扱説明書を読むことを説明していました、はいはい、しかし2人プレイのメリットである相談を行い、リカバリーする一般通貨母。はいはいはい、天板がない。じゃあこれが天板か。ガバ日本との名前出たこれが天板。え、でも4つもないよ、これ出せると。ちょっとドライバー探してあげる。ありがとう。ドライバーの用意忘れてました。と仮定して、自宅プレイでないことが災いし、なかなかドライバーを見つけられず、うろうろ把握してくれ。頑張って。ドライバーどこにあったっけ。うろ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 、ドライバー探しで2分ロスしましたが、これはまだリカバリー可能と判断し、リセットしませんでした。意味わかってない。ちょっと足で押さえるわ。はい、こんなのあるの。用事 RTA 用事 RTA。 あれ、棚の底の面が完成しました。はい、できた。で、次は。で、信頼してるな。これが補強板といって、これか、全然違ったな、さっき。で、これを固定棚板に。棚板の種類が多すぎて、一目で見分けることが人力では不可能です。再装の際は予習が必要だと感じました。うん、そうだね。これちっちゃいのは1、2枚、2枚しかないからこれでいいんだ。はい。で、このダボが、この出っ張りをダボと言うんですけど、はいはいはい、なんだ。こっちか。ロバート山本のモノマネで乱数強制します。あ、この何、あ、ここね、こことここ。はいはい、で、こうだよね、きっと。あ、オッケー、完璧。これでやってみよう。やってみる。ネジはこれしかない。オッケー。こんな短い時間で俺のプラスドライブなくした。ガバ。どこやったっけ。あ、後ろにあるよ。あ、たった。あと2秒発見が遅れていたらリセットしていたと思います。懐かしいですね。そうです。ニトリ以外のこういうの作ったことない。うん。棚、一人じゃ作れないもんですか。棚、うん、こういうネジ締める系きっとやればできるんだと思いますけど。いらない。でも、え、でもいらない。別に会話に夢中になってしまいましたが、これはエンディング突入条件なので OK です。穴がね、222って感じなの。なんか、あ、待って、222、あれだ、2あるな。違う。あ、これあれだ、この棚がめっちゃレビュー低くされる原因の3段用の説明書なんだ、これが。これ2段なのに。ああ、じゃあ多分だから、これだ。で、これをこ多分これで刺すんだよね。あ、で、これ3枚だから。そうだね、はい。メーカーの穴を貫通しました。真ん中と端は違うと思うよ、貫通してるかどうかみたいな。この2つダボがあるかどうかだ。それで合ってるわ。あ、2つダボがあるのが、これが真ん中の仕切り板で、上をこうする。こうだ。ダボ数で板を判別する方法を発見しました。多分これが一番早いと思います。こいつ立ち上がらせて、これをこうして、
お次残っていていい。はい、任せた。今日いた取り付けは、ついに棚の中心になる縦の板を固定していきます。あ、違うか。余ってる補強板を取り付けな、なるほどなるほど。接着剤も使うのか。ここで重要アイテム、接着剤が必要になります。もた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 。ちょっと接着剤付け担当大臣お願いしていい？はいはい。ここでプレイヤー2に接着剤付け担当大臣を任命します。これによりプレイヤー2の責任感が上昇します。あらら、いやいや気に入ってるじゃん。これ入れるときってシンプルパワー？かなり結構硬いね。かなりでかく見えるよね。いや、そうそう、穴みたいな丈夫になると思う。はい、左右で同じ力を入れるのが穴に入れ込むコツです。間違って入ってるじゃん。いや、入っていってると思う。じゃあ、それ結構いけますか？あ、すごい、そっちにかなり入ってるよ。本当？やっぱリングフィットやってるだけあるわ。事前にリングフィットでトレーニングしたことが功を奏しました。入ってる。この際を一回休ませてほしいね。一人で二人でこれやることが唯一の入った、入ったからすぐ。で、ネジはめてみるからな。はい、あ、入ってる、入ってる。いいね、いい位置だ。助かる。これ左手は左利き。で、この後ネジ18本つけるとか。あ、そうか、これ下にもなんかあるのか。そうそう、だからここがちょっとネジ18個ステージに突入したら終盤です。できて4箇所だ。4箇所です。まあ、ダボ場所か。そうそうそう、ちょっとなんか分かりづらいけど。そうだね、ネジ穴も混ざって。あ、抜けた。一度ハマった箇所が抜けてしまいました。これは完全に運なので仕方ありません。ちょっとヘルプヘルプん？ヘルプ。もう自分にできないことはすぐ頼っちゃうから。なんか傾いてる。あ、これ結構動く。あ、入った。マジ？あ、待って、そう押すとねこっちが外れるから。あら、むしろ今回の RTA の一番の難所です。左右の微調整が必要になります。ああ、外れる。苦戦しているように見えますが、これが成功テイクです。今回はここで23回リセットすることになりました。どっちかというとそっちはめようとせずに下からはめてった方がいいかもしれない。はい、だからどうしようかな。ちょっと、あ、こっちが離れてるのがいい。下からこうくっつけて、で、これも下げて。ああ、むずいね。一回こう、ああ、怖いか。むずいなこれ。縦にしちゃおうかと思ったけどちょっと怖いね。ああ、まあ確かに縦はありかなと思う。あ、でもこれ2個つけるから俺、はい、そっち1個つけてさ。あ、で、あれだな、絨毯じゃない方がいいな。ここつけづらいね、下。ああ、はい。絨毯ステージから床ステージまで移動します。いや、でも逆にこの、こっちつけようとしても下がめっちゃ、あ、まあ、折れつけやすかったってことは多分こっちの方がいい。
もう一回縦にしてみる？あ、縦にしてみるか。うん。あ、怖いけど、あ、ちょっと怖い。そっちネジで止めちゃうか。そうだ。ちょっと上げてみますか。ちょっと押してみようか。ああ。することで棚感が一気に出てきました。モチベーションのキープにつながります。こいつがめっちゃずれてる。あ、こっちはめちゃって入った。あ、今押したらいけ。あ、入った。あ、入った。 OK、 完全に入った。いいですね。で、はい、締めドラムって書いてる。最後は締め付けドラムで固定したら完成です。あんま変わることない。これを内側か。内側っぽいけどね、かなり入った。あ、これをくるって回すだけでいいんですよ。エンジン全部これにしてる。楽だね。どこに行こう。まああんま故障したらどこで買えばいいか分かんない。これでいいのか。あ、意外としっかりしてできた。できました。30分以内達成できたかと思ったのですが、立派ですね。で、これ貼る。あ、それ貼りましょう。ネジ穴隠しシールを忘れてました。固定もこれ、これ、あ、これでかいよ。あれ、こんなにあるのか。ネジいっぱい入れたもんね。台が、あ、台がそのドラムのとこか。じゃあ、そっちショーで俺台やろうか。うん、12枚ね。4枚ね。この棚何置く？ねえ。え？ないの？いや、置いてから考えます。はいはいはい。ちょっと今日の収穫としてはそれだけ知りたいな。冷蔵庫の横だからなんとなく見える棚っぽい感じじゃないですか。そうだね。ね、だから何がいいんだろう。トロフィーとかあればトロフィーとかのなんか感じもあるし。トロフィーはないね。ぬいぐるみとかもまあぬいぐるみいいような気がする。なんか意外とそっちの部屋いっぱいあるのにリビングあんまないじゃん。気づかなかった、その辺にぬいぐるみとかが。ああ、確かに。いや、見えないからね、リビングから、じゃあ。っていうか。で、あ、一応ここで完成やってるとか。はい、じゃあこのようになるってことね。こんな感じで。例えばね。あ、これ可愛いじゃん、ほら。可愛い。喜んでるように見えるね、心なしか。うん。イエーイ。プレイヤーがイエーイと言ったタイミングでクリア。タイマーストップです。当初の目的通り。32分。全然ダメじゃん。素晴らしいと。いや、コメントしとこう、これの作り方動画に。いや、確かに32分20秒でした、結果。チャレンジャー求めて。うん。